皆さんこんにちは、ナーです。今回はね、ゴッドボス赤き仮面のロジフルパワーに、前回勝利したと思うんですが、今回はこれね、はい、ゴジータブルーの正規ルートのデッキで挑戦していきたいと思います。まああのね、いろんなアドバイスをいただきまして、まあ、本当はこいつ1枚出しで倒すらしいんですよ。で前回それ無視して、あの転送でね、倒したと思うんですけど、今回は、まあ、こっちでもちょっと戦ってみたいなと思って、まあ、どれぐらいの難易度の違いがあるのかっていうやつをね、ちょっと楽しみだな、これ。はい、そしてデッキはこのようになっております。まずはロゲルのキャンペーン、時の海洋神、スーパーハーツ、ヤムチャ、トランクスへのゴルフリズムです。ゴッドボスを2回当てて、ハーツでチャージ補正、エナジーためのパワー上げというね、組み合わせです。あ、ちなみにこれロベルは、必殺のゴッドバード、これでね、必殺ダメージが攻撃するためにね 1.5 倍になってくるので、まあそれを考えるとね、連続攻撃のゴジータにはかなりいいのかなっていう。ちなみにそのね、なんかゴジータを1枚出しすると、なんか5回攻撃みたいな、まあ、基本的にはね、もうゴジータに、ね、ガンガン攻めてもらって、他はもうね、とにかくアシストだね。ゴルフリとトランクスで毎回パワー5000、5000って上がるから、まあ、1ラウンドごとにパワーが1万上がっていきます。で、これでね、HP アップさせて耐久力を上げるじゃん。で、ロベルで火力上げて、スーパーハーツもね、かなりいいね、これ。なんか目が4なんだよな。これ敵の CI を速くして、こっちの CI を遅くするんですよ。これを使うことによってですよ、チャージもね、かなり勝ちやすくなるんじゃないかなっていう感じですね。これもなんかね、解除できるらしいんだよ。まあとりあえずじゃあこれでいきますか。はい、必殺ダメージをまず上げていきたい。あ、かっこいいよねこれね、ゴジータブルーの進化形態。まあそのね、稲妻が追加されているので2に見えなくもないですけど、まあやっぱりベジータなんだろうね、その元は。だからあのベジットブルー海洋圏が、まあ、悟空のね進化派生だと思うんですけど、今回ベジータの派生ですね、はい、完全にね。まあ確かにそれちょっと面白いね。だからまあそのうちね、そのベジットブルー進化とかも出てくるかな。さあまず与えるダメージが10倍で、まあ、かなり火力上がったんですけど、受けるなんだっけ、与えるダメージ9割ダウンしてるから、まあ10倍だよね。オリティ発動だ。おれ、ボタンを押せ。おしょ、いいね。トルンガ究極ドラゴンボールゲット。ここはどんどん買ってきたい。そう、普通に食らうからさ、からゴッドバードも悩むんだよね。これ最初に HP 増やした方がいいのか何なのかっていう。それかもう次さ、あのアプリで守っちゃう。トルンガ究極ドラゴンボールゲット。9割ダウンあるからさ、それ使おうかな。え、こいつダメージ倍増無効ないもんね、多分。あ、それいいかもしんない。あ、ちょっと怖いもんねこれね、食らったら多分1番ぐらい食らうしさ。さあこっから腕の見せ所。あ、来た、3回攻撃。あ、そう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 、思い出した、記録消費量に応じてなんかあれが上がるらしいよね、攻撃回数がね。で、これはまあどんどん勝っていきたい。いや、まさかここでロベルのさ、そのキャンペーンカードが使えるっていうのはめちゃくちゃいいね。あ、で、そうそうそう、これもね、あるからね。いや、これでさ、1.5×1.5 で 2.25 倍。で、それがどん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 重複していくので、なんだこれ、なんか今面白いことになってたけど、まあそのうち多分さ、ダメージ通せるようになると思うんだよね。ブーストゲージが増えたぞ、君の勝ちだ、やるじゃないか。トルンの究極ドラゴンボール。これで再び 1.5×1.5 で、ははは、面白い、これ面白いね。
はい、81ダメージ。まあ今のところ全然削れないけどさ、もっといい方法あんのかな。もう一枚さ、必殺のホットワード入れればよかった、ね、究極ドラゴンボール。そういうことか。うわーこれすごいよ。え、必殺ダメージだってもうこれ何倍今、あ、どんどん上がってるし、必殺ダメージがね、尋常じゃないことになるのこれ。どうしたその程度か。さあ、でバトルアプリなんですけども、まあ、チャージの腕を信じてここはガンガンミサイルでいこうかな。あー、そうだね、ガンガンでいこうか。で、ゴッドバードリンクで、いや、さすがにやられはしないでしょ。どうしたその程度か。じゃあここは日本消費でいってみようか。はい、でこれでさ、あの記録マックスになるから、次3本消費いけるね。これでどうだ。あー、ハーツ最高。どうしたハーツが最高すぎる。しまった、いや、まさに青対赤じゃん。本当にヒーローズのグラフィックは良くなったと思う。昔さ、こんなオーラつかなかったもんね。だ BM の確か5段ぐらいで、ピッチモデルの苦手の極意が出て、あそこら辺からオーラがね、めちゃめちゃ綺麗になったよ、ね。苦手のオーラはやばい、あれ。さあ、トルンガ溜まりましたね。これはね、あの貫通以外だったら何でもいいんだよ。だここはもう3000固定を当てていこうかなっていう。で、あれってさ、まあ外してもパワーアップかガードアップでしょ。まあガードアップ引いちゃうと逆に貫通もらっちゃうけど、パワープラス1万引ければでかいし、まあ金マス引ければ引ければで3000ダメージでかいし、どうしようかな。余裕だね、余裕だね。で、HP 半分以下になればね、ブルブギがね、控えてるね。さあ、軽減ダウン痛いな。これ、軽減ダウンが痛すぎるんだけど。え、ちょっと、待って。え？ってことは、120% ダウン、やば。マジかよ。120% ダウンってこれ大丈夫かな。ちょっと必殺食らったらやばいかもしんないね。はい、とまあここはもうガンガン攻めていこう。はい、言うてこれで回復あるし、まあ、4回当てれば2万回復できるから、まあなんとかいけそうだけれども。あ、必殺技1回目来た。じゃあ止めのない進化も強いね。あー入ってんじゃん。来た。いやー、でもまだ浅いな。回復されるからこれを上回らないとダメってことか。むずっ。え、必殺これだけ上げてもそんなに入らない。あーやらかした。うーわやらかした、気抜いた。それうーわそれはやべえ。もうやっちゃった、やっちゃった、まずい。1回のゴッドワードは命取りですね。大丈夫かな、まだいけるか。はい、さらに 1.5 倍。さあこれはどうなんだろう、この攻撃で 1.5 倍なのかな。だったら強いね。それかまあ次の攻撃から 1.5 倍かどっちかで。なんかさ、あの昔進化する超戦士みたいなアビリティがあったと思うんだけど、あれは次の攻撃から 1.5 倍だったから、あれと同じかもね。
さあ、単調な映像が続きますが、これはもう単純になんかもう殴り合いのパーフェクトでバトル、いかにしてこう必殺技を与えるかっていうのと、いかにして攻撃を防ぐかっていう、まあヒーローズのね、まあ根本的な戦いだねこれね。昔のゴッドボスじゃなくて、ショーボスはもうずっとこんな感じだったよね。はいはい、あー強い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 、ダメージ上がってきてる。あ、そろそろいけそう。え、強くない？あーいいね。あーそうだった、ガンガンあったわ。もうちょっとで半分切るな。あーいいねいいねいいね、次でいける、半分いける。どうしたその程度か。ただどうしたその程度か。これはまあ貫通引くんですけど、あ、3000引くんですけど、ファイト。いやこれはいいね。いやもう1枚ゴッドワード欲しかったな、欲を言うとね。まあ多分トランクスかゴルフリをね。いやゴルフリは使えるから、まあトランクスだね。あの枠がゴッドワードだったら多分だいぶいいと思う。おお、ここでアビリティ解除。ただ多分、ごめん、これこんなにぬるゲーなの？え、これ勝ったよ多分。このラウンドでいったんじゃない？記録3本消費で、はい、そういうこと言うとこうね、そう頑張るからあれですけど、あの3本消費で5回攻撃なんですよ。あと3回攻撃があって、今のダメージ見る限り多分次浴びせればいけんじゃない。ボタン押せ。危なかった、危なかった、危なかった。もう大体あれだね、普通になんかもうダメージ取ってるからね。え、全然難易度違う。あーやっぱ攻略情報大事だね。あーいったんじゃないこれ。あーいったわ。いやマジでこんな楽。はい、ということで、なんだろうな、あんまり苦戦する要素がなかった。初見の時はもう本当に何もできなかったけど、やっぱね、倒し方を知っちゃうとね、かなり楽になるっていう。うん、まあゴルフリーが、まあ、トランクスの枠をゴッドバードで、もう一個で、ね、必殺のゴッドバードにしたらさらに安定感が上がると思います。はい、もっと早くね蹴りつけてみる。うわすごい、17回だった。やはり君は全て、まあ、今回はあれだね、あの自分なりの攻略方法と、正規ルートの攻略方法でね、2回に分けて攻略してみました。はい、まあ1回目のバトルはね、もうグーの根も出ない感じでしたが、2回ね勝ち取ることができてよかったなというふうに思います。はい、なのでね、まあ、皆さんもこちらのゴッドボスね、かなり面白いことになっているので、ぜひ挑戦してみてください。ということで、こちらの動画もしよろしければチャンネル登録や高評価などもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。
じゃあ、じゃあ、疲れたな。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。